カーナとデーダストもすごいな。残されたビートによりテイダストとの対戦となったスパーダ。こんな風になる気がめちゃめちゃしてて最初からで、お互いなんか結構友達なんで当たりそうだねみたいな話しててでこうなった。いやなんか別にでもそこまで曲に影響するとかないですけど、まあ友達だからちょっと嫌だったなぐらいですかね。曲になったら遠慮はしないですね、そこはもうはっきり。なんか勝ち負けより自分がなんかその納得できるものをちゃんと作るのがいいかなって。やば、見てこれカメラ。うわ、怖っ、まあ、寝れない。どっちがいいベッド。スパーダ君もともと知ってもうヘッズ目線で結構ずっと聞いてた側なんで。警察に。調子どうっすか。プレイヤーさ、さらいいな。ちょっとトイレ開いてないんだよ。トイレ誰か入ってる。入ってない。わかんないです、俺入ってないです、使います。あっちか、頑張ろうと思いましたね。その落ちちゃった人とも紙一重だったのかなみたいな、めちゃめちゃ。とりあえずコーヒー飲んでタバコ吸ってゆっくりして考えようかなみたいな感じですね。 SPA。 その後施設を探索しビートを聴きながら森の中へ。あ、聴きながらちょっと書き始めてます。もともと使ってないフローで、そのフローのストックでいい感じの歌詞がハマると思うんで。フローのストックっていうのはあるってこと？あ、なんとなくあります。そのトラップとかって割と型があると思うんです、どういう風に乗るとか、うん、それが一番なんですかね、引き出せてればいいと思うんですけど。そうです、あとはスキルで見せます。できたフローに言葉を当てはめながら作っていく。フットステージでは英語がね結構多いじゃないですか、うん、だその英語がなんかちょっと間違ってたりとかするとちょっとこう、あ、もったいないなって正直思って。英語の間違いが指摘された。なんか割と爪甘いとこ出たし、足りない部分をもう補強しつつ、でもなんか自分は出していきたいなみたいな。さっき 60% ぐらい書いてたみたいなリリックもめちゃめちゃ英語使ってるんですよこれ。でもまあ自分でちょっとなんとかします、そこは。なんかうん、そっちの方がいい気がする。落ち着かねえな、マジで落ち着かないっすよね。何すれば落ち着くんだろう。カメムシの死体あるじゃん。え、ガチっすか。キモ、虫マジ無理なんですよ。これで生きてるパターン、やばい、やだよ。それはやだ、飛ばれたりしたら僕多分逃げます。大丈夫だと思う。RIP RIP カメムシ。対戦相手のテイダストとは共通の友人も多い。二人のバック DJ を務めるプロデューサーのアスキーに対戦することを報告した。いい感じ、半分ぐらい。俺から書きてみるっす。あ、確かに、あ、そうだ、確かに。あ、もしもし。おはよう。おはよう、どうした。なんかさ、今ちょっとラップスターのさ、モロなんか収録中でタレが横にいて、俺の対戦相手タレになりました。なんで、マジで。マジで。そうなんです。そうなんです。マジで、はい、本当に僕たち戦います。リルユキチさんで、うん、レッツバトル。レッツバトルになりました、そのビートで、はい、おー、くっそ楽しみだな、それ。バッチバチもディスり合い。いや、MC バトルみたいな感じじゃないかな、多分。うん、
あんまり伝わりきってないのかもなみたいな、出し切れてないのかなみたいな、いやまだいけるっしょみたいな、まだ見してくれよみたいなのも含めて 120% ぐらい出してやっと届くのかなみたいな。おただただいつもの出戻りみたいなふざけたテンションでやってたら普通に殴る。そうだね、そうだね、うん、友人の言葉に刺激を受け曲作りへ。一人で遅めの夕食をとり制作に没頭した。できたっすか。うん、今一応全部かけた。もう聞きたいっす。やったべな。書き上げたリリックをウーピーボムに聞かせる。いやいや、やっちゃべな。シンプルラップでめっちゃ気持ちいいっすね。あ、ほんと？めっちゃいいと思います、マジで。これってヒップホップ、いや、一番イケてるエンマイシアレンジを考えながらデモを作成。曲の大枠が完成した。うん、いいんじゃないですか。これまでのステージでは結構そのメッセージメッセージって感じだったんで、ね、伝わってきたっすね。僕にも伝わってきたんすね。メッセージを込めた2曲を披露してきたが、今回は決勝のライブをイメージした時にどういうのが必要かとか、なんかそういうのちょっと考えて肩の力抜いて、割とライブを想定した楽曲みたいなのになればいいかなみたいな。聞こえます。はい。やっちゃべな、うん、やるけな、うん、アルファートルの足は聞き飽きてる、 We are everybody knows。 もうちょいあれですね、キー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 、やー OK です。この素材があれば多分16イメージの共有に苦労しながらレコーディングを進めた。いらなくてこっちを。こうだね。こうっすね。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかフックっぽいところを前半に作ってるんですけど、そこが結構ライブとかだったら割と盛り上げどころなのかなみたいな。踊れる曲になってると思います。なかなか、はい。タレのいいところっていうのは結構なんか俺も楽曲聴くんで分かるんですけど、今回の楽曲ではなんか。まあ、俺の方がビートキルした自信はあります。ほほ、はい、スパーダ新曲披露。はい、わー、やー、はい、やー、リリー吉尾さん、うん、やー、あ、ジャベナ、歩けな、やー、やったりなポケットにチーズ、やー。